はい、皆さんこんにちは、井川直介です。はい、今日はですね、またあのエクセルとアクセスの連携で、エクセルのアクセスのデータをエクセルに引っ張ってくると。で、今日は日時を追加してみましたので、まあ、これもまたね、ちょっと便利な技なので、皆さんどうぞ、試してみてください。で、コミュニティの方にね、ちょっと上げたんですけど、これが終わったら、自分のね、来年の確定申告を見据えて、ちょっとエクセルで、なんすか、売上とか管理するものをちょっとやっていきたいなというふうに思いましたので、やっていきます。正直なんか、火曜日も結構なんか視聴数上がるんですけど、多分見てる人面白くねえんじゃねえかなと思うんですよね。難しいですよね、多分。スケール分とかが分かんないと。できるだけ自分で分かりやすく説明しようっていうふうには思ってはいるんですけど、スケール分もね、覚えていかないと全然、まあ、データ抽出っていうことに関してくると面白くないので、まあ、分からずとも、まあ、ちょっと見て、ああこんなことができるんだっていうことだけでも、覚えていただければなというふうに思っております。はい、それではパソコンの画面に行きます。はい、それではですね、早速やっていきたいというふうに思います。今回はですね、この、ものにです、前回紹介しました馬の名前で絞り込んでくるっていうのに、日付を加えました。日付ね。はい。で、この MT、このサンプルというものには、日付らしい日付は、まあ、年月日というところに8桁の数字が入ってるんですが、もう皆さんもお分かりかと思いますが、この数字の羅列を、アクセスバイ日付としては読み取ってくれません。テーブルの特徴としてなんですが、数値型、もしくは日時型というものは、すべて右詰めで、記載されます。ので、このテーブルの中において数値型として受け取っているものは ID とレーティングだけになりますね。もうお分かりですよね。はい。なので、この年月日というものを、きちんと日付型にしておかないとダメなんですねということを1年半前の僕にはもう怒鳴り散らしてやりたいなというふうに思っております。まあ、その時にまあクエリで変えれるからまあいいやというふうに思ってたんですが、まあ、作らなくていいクエリは作らなくてもいいと思うので、それを、まあ、きちんとやっておくことが、まあ、データベースの設計の第一歩であるということですね。はい。で、今、僕はクエリを作りました。はい。このようにね、ちゃんと日付型として認識されてます。なぜ日付型かと認識されてるかというと、この、2018年、6月24日が右詰めになっていて、しかもそこのフィールドに合わせると、このね、カレンダーマークが出てくるということになります。はい。一回テーブルに入ったものは、すべて素材であって、そのデータをどのように変幻自在に変えるかということが、まあ、クエリをを作るね、データを抽出する腕の見せ所になってきますね。じゃあ、もう皆さん、覚えてますか？はい。ここを日付型に変えるには、このようになっております。はい。CDate、そのものを、日時型として扱いなさい。で、年月日をフォーマットするよと。で、どういう形にフォーマットするかっていうと、アットマークをダダダダダッと並べて、円のスラッシュのアットマーク、アットマーク、円のスラッシュのアットマーク、アットマークと。これで8桁の、数字の羅列が、デート型に変わるという仕組みになってますね。はい。じゃあ、ちょっと行ってみましょう。まず、何も選択しなければ、2019年の3月の1日から、早いな、もう1年経ってるんですね。はい。31日までと、はい。データ読み込みってすると、データが読み込まれてきます。はい。来ました。はい。で、相当されてデータ取り込み完了というふうになってますね。ちょっと、見てみましょう。本当に正しく言ってるのかというとですね。はい。ここのところを見ると、すべて、3月1日から3月31日までのものが入っておりますよということですね。じゃあ、なんか適当な、馬の文字をコピって、はいと。で、条件を付け足してみましょう。よっと。で、ここに貼っつけますよと。お、すいません。ちょっとこれデータを消さないと、クリアボタンもつければよかったですね。は
はい、もう一回やってみましょう。はい。はい、というふうにすると、今、こういった、このね、参入ウォーカーっていうのが3月2日に発送しているということで、自動的に絞り込めたということになります。はい。なんかね、ありとあらゆるものを絞り込むんじゃなくて、例えば、検索本部で行くんだったら、普通人間だったら名前か生年月日か電話番号でですよね。あまりなんか複雑なものを作る必要がないというふうに思いますね。あと、まあ、業務上でやるんだったら年齢で絞り込むようなことでございますかね。はい。ちなみになんですけど、このね、場名で絞り込むっていうのをですね、お客様 ID というんでしょうかね、それで絞り込む、ちょっと、システムを、まあ、会社で作りまして、で、まあ、事務処理のね、やってるお姉ちゃんにね、こうやって、合ってるか確認してって言って、この技を見せたらね、もうキャーキャー騒いでましたね。あ、もうすごい、どうやったんですかってね、いやいや、また今度機会があったら教えます、みたいなことは言ってたんですが、結構この技ってヒーローになれますよ。はい。皆さんご理解していただいてるとは思うんでですけど、私ね、別に競馬ばっかりやってるわけではないので、はい。まあ、競馬好きなんですけど、ただ、業務上で必要不可欠なものをもうどうしても開発しなきゃならない。まあ、開発って言ったら大げさなもんじゃないんですけど、やった時に、あ、これってもしかして競馬に使えるじゃんっていうようなものを僕は競馬で使ってるだけのことであって、この場名のところに人間の名前を入れようが、商品名を入れようが、あと何ですか、型番を入れようが、やってる理屈はもう全く同じです。どういうことかというと、アクセスからExcelに引っ張ってくるものっていうのは、もうこれは定型文でも決まり文句なんですよ。決まり文句なんで、それをただコピってやればいいと。じゃあ今回のスケール文ってどういうふうになってるのかっていうと、こういうスケール文を条件に付け加えました。 With user form 1のテキストボックス2とテキストボックス3っていうのがあって、テキストボックス2とテキストボックス3っていうのはここのことですね。ここ開始と終了が、何も入っていなかったらフラグは立たないけど、初めて条件がもし入ったんだったら、チェック、アンダースコア、フラグというふうに読みますが、そこはフェアでつないで、二つ目の条件が入ったらアンドでつないでねと。で、あんたがっていうかね、Excel が探す条件はここだっていうふうに言ってます。日時のビトイン、ね、ビトインっていうのは、これもなんかだいぶ前の動画で言いましたが、まあ、間という意味ですね。ビトインライオンじゃないですが、ビトインで、テキストボックス1、今のやった場合だったら3月1日から3月31日までを引っ張ってこいというふうにして書きました。はい。何も難しくないです。ちなみに、どういうコードになってるのかというと、こういうコードになってます。ここですか。ここ。これが条件1。で、エンドイフで終わって、まあ、ここに条件2と書けばいいんでしょうけど、ここに条件2が入ってます。この条件で引っ張ってきてます。そして、何も入らない場合は、日付から日付まで、当然ここのものが空欄であるのならばですね、空欄であるのならば、何の条件もなく普通にデータを引っ張っていきます。尺がね、ちょっと長いですけどね。なかなか終わんない。開いてるからかな。ダメだ。あ、来た。やっと来ましたね。はい、1番から、先々週ですか、やった、6533番まで、入っているということになりますね。はい、今見たように、何らかのね、たかが6万5000件のデータでも、一応これ、ドイツフォルダー内に置いてやってるんですけど、まあ、結構時間がかかるので、全部のデータが欲しいってことはあまりないと思うのでね、こうやってやっていくと、すごい便利だなっていうことになりますね。はい、
次回は、今度はね、数字をちょっと、これでさらに数字型の条件を加えて、引っ張ってくるっていうのをやってみたいなというふうに思いますね。なんですかね、最強の検索フォームで同じようなことをやったんですけど、なぜ今これをやってるかっていうと、引っ張っ、あの、Excel に転送した方が、なんていうんですかね、集計とか非常に簡単なので、今これサンプルなんで、なんか計算できないようなばっかり引っ張ってきてますけど、私の持ってるデータベースってのは数字がいっぱい入ってるので、例えば何月何日のこの馬が走った時のこの数値と、例えばこの数値を比べてみたいなのをやると、Excel の方がはるかに便利なので、まあ、ぜひぜひ、やってみてください。まだこれブログにはしないですけど、サンプルファイルをご購入されている方は、ダウンロードできるようにしておきますので、まあ、ご興味あればぜひダウンロードしてみてください。はい、それでは今日はこの辺でパソコンの画面は終わります。はい、いかがでしたでしょうかね。はい、最近LINE アットで僕のご視聴者様と結構話すことがあって、なんか嬉しいな、楽しいなとかっていう風に思っている今日この頃でありますね。で、次回の、Excel なんですけど、なんか自分で、こう、やってみて、まだやってないんですけど、ユーザー定義関数で、VLOOKUP 関数作ったら、ちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。ちょっとね、前回、ランクをつけるものを説明しますよっていうふうに言ったけど、多分ね、またあれやったら、難しいかなっていうふうに思うんですけど、まあ、VLOOKUP って、良くも悪くも、多分 Excel の中で関数を言えって言ったら、多分 50% 以上は VLOOKUP って言うんじゃないですかね。まあ、SUM とかも入ってくるかもしれないけど、まあ、VLOOKUP って、まあ、それほどもう市民権を得た関数なんで、ちょっとそれをやってみたいなっていうふうに思います。もしできなかったらランクを説明しますけどね。はい。ちょっと頑張ってやっていきたいというふうに思います。もしユーザー定義関数がちゃんとできるようになったらですね、動画は長くなると思います。パワポで前回みたいにちゃんとアニメーションチックに説明をしていこうかなというふうに思うので、まあ、できるかどうかは分かりませんが、まあ、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、それでは次週っていうかね、次回、アクセスじゃない、エクセルでお会いいたしましょう。コロナウイルス気をつけてくださいね。元気で、僕とまた次回、エクセルアクセスのスキルアップのために頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日はここまで。さよなら。